どうも、こんばんは、アイノムです。今回は、東京グールあるいコールトゥエグジスト。ダウンロードコンテンツ、なかなか来ませんが、もし来れば実装されるであろうキャラクターの、3D モデルと攻撃パターンをじっくり見ていこうのコーナーパート2でございます。では、見ていきましょう。今回、ヤモリですね。ヤモリの 3D モデル、めちゃくちゃ好きなんだが、これあれだよね。動きというか、その立ち姿はインボケと同じなのかな？どんな感じだったか忘れたけど、岩投げてるね。インボケの動きにはなかった。ただこのカグネが、なんて言うんだろう、キラキラ光る感じ？この脈動に合わせてこう、ギラ。ギラって今光ってるけど。この感じは同じなのかな？もうちょい近づいて見てみるか。こいつこんだけ近づいてもあれだぜ。襲ってこないんだぞ。もっこりしてねえなんか。なんかもっこりしてないか。あれこいつこんなに近づいたら何もしてこないんだが。さては、あっ、あぶな。今、ツーショットが取れそう。あ！嘘だろこれさ、行動早くなったな。そんな食らわねえわ。これあれだ。多分、追憶の一番最初だから、操作方法とかいろいろ、出てくれるからさ。まあ、初心者に合わせてそんなダメージは入らない仕様になってるんだろう。ちょっともうちょいじっとしてくれないか。ほっ。こんな感じ。かっこいい。危ね。あれか、地面の岩を掴む時にも当たり判定があると。背中合わせでちょっとあれだな。サムネ撮りてえな。うわ、これ超かっこよくない？これ夢の共闘感あるけど。危ない。当たってねえぞ。当たってねえぞ。腕もうちょいでかかったような気がするけど、こんなもんなのかな？マップもね、なかなかね、いや、このマップさ、一番最初戦うだけでさ、もっとこの、じっくり、もう実際もっと広いんだけど、あれがないな、拷問器具が、入ったさ、カートっていうかさ、あれないね。吹っ飛んだのかな？一番最初あったような気がするけど、吹っ飛んだのかな？危ないよ。じゃ、ちょっと、攻撃と移動。あ、これ当てないとダメなのかな？いて。あ、カグネも出せるね。この時点で。これなんかさ、この飛び込み攻撃？このカグネの。この時なんかこんなさ、虹色に光ってたっけ？カネキの周り。ロックオンで回避。ロックオンで回避。あれ？な、これ以上進まねえわ。攻撃しろってことか。ロックオンで回避。からのズドン。飛び込み。おっと？分かった、このゲームオリジナルというかまあ。アニメにはなかったセリフがね。あるのはいいところですね。てか俺これあれだわ、なんか新鮮だと思ったら2回目だわ。これ飛び込み攻撃、ほらちょっと虹色だね。これこの金木は崩しについて、あーこれあれだわ、こんな、よいしょ、こんな崩しのアイコン俺知らなかったわ。これが崩しのアイコンか。でもチェーンみたいなアイコンだったね、さっき。あ、もういいね、このセリフ。こいつも行動パターン増えたかな。つかみ攻撃か、これ。ちょっと食らってみようか。どんな感じなんだろう。これしかしてこないけど。あ、ただのあれか。殴りか、これ。つかまれない？あ、つかまれない。なんか掴んでさ、思いっきりこうぶん投げて、ドカンみたいな。わかるかな？もう俺もう擬音が多いから、その、語彙力のなさが。あのね。垣間見えてしまうんだが。やべ、倒しちまうよ。射撃の説明とかないのかな？これ、この先かな？射撃の説明は確か。なんか、脱出する途中に、銃持った、ね、グールが出てくるから多分、その時にあれかな？遠距離の敵には射撃しようみたいな、そんな感じだったのかな？こいつ、行動パターンがさ、古田に比べてさ、2つしかないんだけど。岩投げるか、掴むか。で、遠距離離れたら岩投げてくるでしょ。そんなことないのかな。近づいてきてどうしても殴ろうとしてくるけど。あ、叩き、いや、これ違う。これ岩投げだ。
本当に行動パターンが2つしかない。お、こいつが実装されることはないのか。もし仮に DLC が来たとして。岩投げ。よいしょ。必殺技とかしてきてはくれないのかな。してきてくれないっぽいね。え、これだけ？ちょっと待てよ待てよ。こいつがさ、この先出てこないじゃん、こいつ。必殺技で最後決めろみたいな感じだけど、こいつの行動パターン少ないな。終わった。共食いをすればグールの血が強まるだっけ。千引く七は千引く七は僕を食おうとしたんだ。僕に食われても仕方ないよね。追撃か。これ動ける？これ、うわー、動けねえのか。あ、動けるじゃん。ちょっとこいつこいつちょっとほっといてさ、ちょっと見て回ろうぜここら辺。ヤモリの 3D モデル見る。このマップの作り込み見たいわ。あ、でもそんな、え、なにこれ、なんか今アイコン出なかった？そんなことない、気のせいかな。あ、これか、これ乗り越えるアクションか。ヤモリ攻撃したらどうなる。あいつを置いたままさ、あ、これこっち行ける。嘘、こっち行けるんだ。でも、なんかアイテムがあるとか、そういうのではないのかな。必殺技ゲージがあるとか、回復のあのね、袋が落ちてるとか、そういう感じではなさそうだな。あそこしか行けないのかな。あ、ドアから出れる？さすがに出れない。出れないか。これ引きずった跡があるね、これ。これ引きずった跡があるな。ちょ、こっち登ってないよね。あ、でもここだけか。え、あそこの、あそこの部屋、めっちゃ気になるんだが。あそこ、この部屋何のためにあるんだ？いや、不自然すぎる。戦闘に必要ないし、え、何なんだろう、ここは。あ、あれか、追憶の、ね、キャンペーン、キャンペーン、追憶じゃないか、キャンペーンか、キャンペーンの方になんかあそこ、敵がね、いるとか、地区鬼がいるとかさ、気象グールがいるとか、そういうあれだったのかな。知らんけど。ちょっと見ていくか。あれ、ズームとかってできなかった。あ、こんな。なんか、カエル見て。わ、このなんかさ、ずっと思ったんだよね、この、家具ね。チョココロネみたいって。めっちゃチョココロネみたいじゃない？めっちゃ煽ってるみたいになる。もう早くとどめを刺してくれですね。よくバトロワとかであるこのダウンした的なおちょくるみたいな。これ攻撃したらどうなるんだろう。食ってみろよ。あ、何もならないわ。もう一回必殺上から入れてみる。こいつ弾け飛ぶんじゃない？これもう一回上からちょっと必殺入れてみる。せっかくだし。すいません。すんません。はい、というわけで、以上です、今回は。以上です。ヤモリの行動パターンが2つしかないっていう、まあでも実装されると、仮に実装された場合、まあもっと増えてくるんだろうとは思うけど、まあ、ここで見れるのはこの2つということで。いや、もったいないよね。せっかくヤモリさ、3D モデルあるのにさ、ここだ、出番がここだけっていう最初のチュートリアルっていうね。まあ、チュートリアルで、まあ、この戦い一番の見せ場だからさ。
まあ、持ってきたのかもしれないですけどね。というわけで、今回はもしダウンロードコンテンツが配信されれば実装されるであろうキャラクターの 3D モデルと攻撃パターンをじっくり見ていこうのコーナーパート2ヤモリでした。というわけで、また次回の実況動画でお会いしましょう。そろそろ DLC 欲しいですね。